何っぽい料理？沖縄？ライトハウスあるんですか、ここ。ライダーハウス情報には載ってないとこだな。これかな、もしかして。これ指、違う、これはライダーハウスではなくて駅だ。そうそう、あの駅なのかレストランなのかよくわからんとか前見た時も思ったはず。これ日高幌別駅、いや、これ駅です。あの鉄道の駅です。向こうにホーム見えますね。で、あの上に馬の首が。で、食いどころ、飲みどころ、天馬、飯、一品料理。レストランと郵便局と駅が一緒になってますね。レストランはこれ今やってるのかな。やってるんだよな。あ、やってますね。ライダーハウスは、あ、もう少し、了解です。坂のように、本当ですか。結構、ライダーハウス情報載ってないとこ多いな。まあでも今やってるかどうかっていうのもまた分かんないですよね。ライダーハウスなんてもう事前事業みたいなもんだから、例えばそのやってる人の職業が変わったりするともうやらなくなるだろうし、多分。そうそう、ブティックホテル、ブテホってもう言わないんですかね。ブテホ、セコマだ。終電7時、シャレなんないですよね。よっ。はい、は。そういうのあるでしょうね。優春ロマン街道だ。優春は優しい馬って意味なんですかね。セコマ、セブンがなんかいくつかありますね、最近は。あと札幌周辺はローソンが多かったと思う。熊出た、熊見えますか。熊、優れた馬のことが優秀なんですかね。あ、この辺りもやった。熊関地、黄色い、すごいな。電車来ないですね。列車ですけど、汽車ですけど。あれ、そういや37分8とか言ってたの取り過ぎたっけ。どっか見えないところですれ違ったのかな、追い越されたのかな。あ、カエルとあと猿ですね。左手の方に今ライダーハウスあったかな。熊出た、イベントありがとうございます。そうか、今の時間帯だからずっとこれ逆光になりますね。今日の午後は、今日のこれから。あ、取り過ぎた、見えなかった。そのライハーはあったのはいつの話なんでしょうか。最近ライハー1年後になかったりすることも多いですからね。見落としたかな。夕日ですね。お、やえ。海岸沿い行く予定です。天国降る。去年、あ、さっき映ってた。じゃあ私が視野には入ってたけど、目で、あの頭の中で認識しなかったのか。よくある、よくある。いや、今ちょっと右手に体重乗せてたから左手で手上げて少し笑うと よくなかった。函館まで行くとしたら、ん、そう、かわいい。おお、見てみましょうか。見落とさなければ。
今多分線路左手にあるはずなんで、左側の駅を見落とさなきゃいいんですね。そう、かわいい KAWAII。 いや、してないでしょう。東町発15時、ああ、あと15分ぐらいか。いさり日、ああ、この列車、そうですね、日高本線。まず先、了解です。あ、補給食、そういや、あった。15時半か、今食ってもまだ大丈夫かな。今登ってます。そういや、忘れないうちに補給食食べようかな。ウニ、本当か、本当かな。よっと、そうそう、補給食ネタがあったんだった。どっち入れたっけ、ライン、あれ、ほんと参ったな。ごま油とライン間違えて買っちゃって、ここだっけ、違うか、こっちか。もう見える場所にないから手で探って、あった、これだ、これだろうけど、見て、あ、結構離れてますね。はい、バランスパワー。なぜかですね、昨日バッグの中に入ってる間にこう真っ二つに折れてまして、なんでこんなことになったって思ってました。これは赤衛館でもらってきたチャリダー向けのサービスです。真っ二つに折れてるの、これどの向きに折れたんだろう。賞味期限はですね、14年の6月10日、来年まで大丈夫です。そう、同じ。どこ？これか？ルベ、そうめんのため。単に味が好き。あ、真っ二つにして、やっぱこの位置か。いや、ここまでしか入ってない。折れててもセーフだった。逆にそれだから折れたのか。いや、粉々になってない。ちゃんと中身が少ししか入ってないから。やった。じゃあいただきましょうかね。お茶ももうそろそろなくなってきたかな。多分入ってないからだと思います。中折れはやっぱりしてない。体重64、5キロです今。ちょっと若干重めなんですよ。ややほら全然折れてない。不思議、箱はあんなに折れてたのに。いや、落とさないようにします。あ、意外としっとりしてる、カロリーメイトよりも。あと味が駄菓子っぽい味がする。ブルーベリー味がなんか駄菓子っぽい味がする。お疲れ様です。でもまあ美味しいな。何が別の意味？まあ、バランスパワー、これどこのメーカーなんですかね。
加古川工場、兵庫県か、兵庫県、上下に分かれてよく見えない。あ、お疲れ様です。兵庫県加古川市か。じゃあ次は撮りますね。ついでに GoPro のメディアも変えとこうかな。うん、なくなった。だいたい。PC は残り 40% ってとこかな。まずはメディア交換。16分あったな。じゃあ一旦止めます。あ、間違えた。こうだ。アクセスしにくい。時刻合わせはもう逆に矛盾が出る感じだろうけど、一応時刻も出して15時32分58、59、33分23で、落とさないうちにメディア閉まって、お電池、あ、まだ 53% もある。結構持つな。これ逆方向だったら地獄だ。よかった。今すごい追い風です。立ってると風強いです。よし、これで OK。 いきます。GoPro メディアも交換してたんで少し遅くなりましたが、申し訳ないとか言わない。エナジーパワー、バランスパワー、追い風ずっと今日吹いてるんですよ。私に追い風が吹いている。あった。そう、申し訳なくなどない。おい、よっと。か、100メートルだけで、なぜ100メートル逆走させたがるのか、その理由を述べよう。うわぁ。線路の立地すごい。
向こうすぐあれ向こうが昆布干し場みたいな場所になってますね。すごいなこれ、見晴らしいどころじゃない。でかい波が来たら電車巻き込まれるじゃないですか。電車って言ってしまった、列車。追い風かなりなもんですよ。風切り音、オーディオテクニカのピンマイクの付属の風防です。ただこの風防ですね、スル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 取れるんで、今両面テープ、マイク本体に両面テープ貼り付けて、でスポンジをその上から貼り付けて、もう絶対外れないようにしてます。これでもう交換はできなくなったけど、いちいち取れてなくなる気にのを気にする必要がなくなりました。いらっしゃいませ。別にマイクにその唾とか飛んで汚れるわけじゃないし。あー四国かですかね。あ、四国でよく覚えてるのは、内地は次の日曜、四国で覚えてるのは土佐昭和とか土佐平成はなかったよな。土佐大正はありましたよね確か。よいしょ、よっ、あ、すいません。内地は本州のことを指して、どちらかというと内地って、内地から来た人間が内地っていうと傲慢な言い方なんですよね。自分たちは外地であるという卑下した言葉ですよね、あれって確か。内地ってよく聞くのは、私は沖縄の方のイメージがあるんですけど、内地、そうそう、沖縄の言い方ですね。ちょっといました、いました。2人とも、私と対抗の人が2人とも歩道から降りて相手を避けようとしたっていう、確かそうですよね、そういうニュアンスでしたよね。でも地方の言葉を知ってるのをなんか自慢したいから、内地の人自体も使うようになって、ニュアンスが変わってきたような気がする。うん、ゾンビか、サンビかみたい。本州とは違う。あ、うん、あ、ちなみに PC のバッテリーまだ 50% 以上ありました。こっからまだ1時間ぐらい持つかな、どうかな。30分は持ちそうです。スーツらしいですね。30分はいけそうですね。まあどっちにしろ宿までは持たないです。うん、うちが、本州そうなんですか。東月寒、月寒、月寒、ラッコ、ラッコ川ってなりましたよ、通ってきました。月寒、クロマグロ、へえ。あ、列車か。40何分でしたよね。小さな駅はそういや 2.5 キロ先で、まだ取り付けてないよな。小さなじゃない、かわいい駅か。月寒って言ったら月寒グリーンドームっていうのがあるんじゃないんでしたっけ。どうでしょう。あ、多分1路だと思いますよ。100キロ、今日はまだ60キロは走ってないかな、まだ。そう、天然アシスト、珍しい、かなりな部分がそうみたいですね。昨日通過した疲労はピロロが元で、ピロロの意味は知らないけど、ピロロフェスっていうのをやってました、昨日牧場で。で、子供たち向けに風船ねじり芸とか、影になんかちょっとネガティブなイメージですね。北海道の結婚式ないです。名古屋もない。山の
なんとかガレー切り込みって書いてあった。ん？はい、ガス対策は特になし。あまり排ガスがひどいトンネル通るときはタオル口巻いてみたりしてましたよ、昔。最近やってない。ソルト。あ、なんか次市街地みたいなのが見えてきた、地図で。今日は民宿です。いや、旅館です。この違い多分どうでもいいんだろうな。この辺りはずっと海岸沿いは作業場みたいな、冬場とか特にそうですね。キャンプ場かなり眠りました。国道あと20キロちょいじゃないですかね。20前半ぐらいだと思うんですけど。そうな、まあ、こっちは車自体そんな多くないですよ。開放感。あ、電車もう来ます。汽車だ、そう、汽車だ。よいしょ。じゃあ上から映しますか。そう、ジンジン。前方から来るって言ってましたっけ。あ、お互い持ってかないと。やった、お互い持ってから。あ、お互い、お互い、ウエスト、ヒップバッグの中にあったんだ。やっと、やった、やった。ポタハイはもうウエストバッグの中に入ってたんだった。車全然怖くないです、こっちの方は。あと私は車から幅寄せされたりって意識がほとんどないんで、多分普通の人よりも危機感が弱いんだと思う。夜行ですね。ちょうど来た。あ、やっぱりさっきと同じやつだ。同じ車両だ。巡航にするために背中が映さなきゃダメですね。まだ押さえて前方。おお、いい感じ、いい感じ。キハ40でしたっけあれ。やった、なかなかいい感じ。おお、キハ40でしたよねあれ確か。なかなかいい感じでしたね。よし、取れてる。というわけで列車情報ありがとうございました。こん中走ってるのはいいですね。てか車窓すごいな、ここ。車窓のすぐ外側が海と、あとこういう作業小屋がいっぱいあるっていう。ああでしょうね。なかなかいいも見られた。うん、コストが、うん、5は40。ああ、線路サビ。しかしそうですね、ウェブアルバムに最終的に上げますんで。荷物は偏ってないかな、大丈夫かな。チハ、私はチハが今一つどれだか実はよく分かってない。チハが一番熱帯される戦車であることは知ってるけど。やった、ストーニーですね。落とし物は多分ない。テント落ちてなかった。いらっしゃいませ。ふう、うん、うわ、また自身がなんかああいう列車とか見ると旅情が増すじゃないですか。旅情、実際乗らなくても。58、どうなんだろう旅情。そう、旅情
田舎の風景見ていいなと思ったりするのも、最も根本的に なとこに何があるのか自分でもよく分かんないですよね。ああいうのがいいなって思う気持ちはどういう仕組みで発生してるんですかね。ん？左入ると何式です。アップダウンだ。あ、駅か。駅どこ？通り過ぎたかな。通り過ぎつつある。多分そこの辺りから入るんじゃないですかね。あ、23キロ了解です。うん、夕方6時まで十分着きますね。セブンイレブン左折？え、セブンイレブン？セブンイレブンってお疲れ様です。あれ、セブンイレブン今通過したっけ。通り過ぎてる？駅は位置的には通り過ぎてるな。迷うから、そうだっけ。でも道的にはここから入るみたいになってますよ。ちょっと歩道を使わせてもらって、ここから入るんじゃないですかね、駅は。ん？ 33 キロ。おっと、これ逃げて、よっと。うん、あれかな。うん、違う、これじゃない。いや、これか。でもホーム見る限り左側通っていかなきゃいかんよな。ちょっとお待ちを。あ、ポータル的な絵がある。あのスチームっていう海外メーカーのPC の 3D パズルゲームの、すげえポータルっぽい。ちょっと待ってください、レンズが引っ込んで、これです。落とし穴、あれポータル。コード、あ、津波関係ですかね。猫だ。やった。お、逃げない。綺麗な色してますね、この猫。これもミケになるのかな。こっち見て。見てくれない。体調悪いのかな、もしかして。綺麗ですよね、この模様。元気ない感じ。あんまりなんかいじらないでおこう。サービス、犬じゃないですね。痩せてますよね、なんかくびれてるし。にゃー。で、あ、あれか。いつ。ん？なんか埋まってませんか、これ。どっから入るのが正しかったんだろう。いや、これだ。これが正式な入り口だ。体のくびれ。確かに可愛いです。可愛いというか。なんでこんな控えめな場所にあるんですか。これ駅前たどり着こうと思ったら地図見ないと。表示もなんもないし。でも駅の中広いですね。なんか駅の中が妙に広い。先客は見たとこいないです。うつつつ。ただすごく駅寝しやすそう。やった。うん、なんかロッジみたい。駅よりは大きくはないけど大きいですね。ん？列車は来るでしょう、ここは。あー、ものすごく駅寝しやすそう。駅寝はまだ実は1回しかしてないけど、これはやりやすそう。で、あ、本数そんなめちゃくちゃ少なくはないな。ここに苫小牧との間なんですね。静内は苫小牧より手前か。苫小牧まで120、30キロぐらい。札
3380円ですね。え、知ってたんですか、今見えてたのかな。知ってたんですか。新千歳空港まで3290円。厚賀ってどこだっけ。ここで泊まれますね。あの鍵とかかけられない限りは。このベンチとか今時ないですよ。普通はあの横になれないようにあの区切ってあるやつとかになってますよね。しけさんいらっしゃいませ。鹿児島まで、鹿児島まで3万円ぐらいじゃないですか。いや2万ぐらいか、鈍行だったら。適当言ってますけど、大宮までは17,500円。やった。暖房はないですね、ここは。肘掛け、そうそう、鍵はこれかけるとこなさそうだから、これは駅ねバッチリできますね。本当じゃないです、適当言いました。グリーン車はどうなんだっけ。グリーン車はちょっと乗ったことないんでわかんないんです。ドアそこそこ重いですね。これは駅ねできる。ただ水道は、あ、トイレあるか。そう、トイレも水もあるから。寝るかどうか。私はそこまで実は野宿してる人間じゃないですけどね。特急、ここは特急止まらないですよね。よっと、よいしょ。普通車にグリーン車、あの東海道、東海道線とかですかね。東京で東町駅でしたっけ。これ東町駅でした。東町駅でした。叩き落とすイベントは終わりました。やった。せっかくだから別の道通って戻るか。あー、こういうのいいな。あれ、戻る道ない。こっちはこの辺りえらいアップダウンありますね。ヒグマ、ちょめ、まだ落としてない。まだ超セブンイレブンってここか。なるほど。なら大道、なんでなんで大道、なんで。ガリガリ君はこの涼しさだったらあんまりなんですよね。暑くないとガリガリ君は何やってたって。なぜどこどこの自販機があったら買わなきゃいけないんですか。なんかすごいな。北海道は17時半ですね。なんかすごいな、これ。プリンシェイク。スカイスネルでミュージシャンの絵もすごいんですよ。これ、あ、貼ってない。これポスターの一部だ。変人美容師&スープカレー店オーナー&ドーベルマンブリーダーの田村なんとか像初監督作品。なんだろうこれ。音楽しかない51歳。強烈な映画しかないですねこれ。そもそもどこでやるんだこれ。大黒座進行、なんかあの放射能のやつがそうですよね。数年後、放射能関係だからそうじゃないですかね。インパクト強すぎる。ローカル上映だけっていうやつなんですかね、あれは。ちょっとここはほど行こう。300年、つまり早すぎるわけですね、今まだ。
七の御橋、やっとしまった、ギア火が、ギア火が、よし、あ、これ今線路またぎました、跨線橋か、これ橋って感じに見えないけど、あそこでまたいでるかな。眩しい。ここでまたいでるかのかな。線路を。またいでる？またいでますよね。ああ、またいでる、またいでる。瞬間的なバッテリーっていう、ああ放送のバッテリーはですね、さっき始めるときが 50% ちょいだったから、やっぱ今日青森は結構遅めでしたっけ、9月に入ってからだったかな、よりよくて最近あんまり規制されてるって感じることはないですね。いやでもよくわからんな、あ、もうやりましたね、横浜町下北半島の右上らへん、あの斧の形の首のあたりかな、かな、絵のあたりって言ったらいいのかな、可動用迷子iPhone じゃなくても今すでにもうみんな使いすぎてる状態なんですよね、おそらく。なんか洒落た街になってきたな、なんか北海道っぽくない、海沿いに、あ、ありがとうございます、この先、あ、いや今のとこだ、もう一つ先で曲がります、白いコスト、そこで曲がってみるか、あ、電線ない本当に、なんでこんな景観対策がなされてますか、この町は、なされてますか、言い方、北海道、なんかあの北海道の小さな集落って感じじゃないですね、お、車両落とす、桜井さんですね、大学生だった、いや、なんか景観対策とか環境がどうとかじゃないんですかね、違うかな、あ、ソフトクリームのあれがあるけど、まあいいか、宗教鮭、割とリアルですよね、確かに鮭が、鋼鉄の鮭が見つける、今の鮭ですかね、日側ですね、海沿いだけどそんなに海は見えない、よっと、あ、卵、ん？あ、で、そうですね、海岸沿いの近くではあるんですけど、この壁があって海見えないですね、つまりそれなりに波が予想されているところなんですね、これは防波堤でいいのかな、これは鮭を逆光で、今あのまたカモメが止まってるの見えましたか、壁の上に、あ、 GoPro 逆光あんま大丈夫じゃないです、しばらくあの影響を受けるんで映像が乱れるというか、まあ 色とかおかしくなりますね、鮭が届かないとずっと言い続けてる人は一体なんだ、私に鮭の負債があるとでも言うんですか、鮭負債、あなたかもめ、もうそろそろ右かな、あの猫よだれ垂れてる、
てか舌が出っ放しだ。この猫もなんか弱ってる感じだな。ちょっとなんかかわいそうです。舌出しっぱなしでそこからよだれが垂れっぱなしなんで、多分健康な状態なんじゃないんだと思う。病気じゃないですかね、あれ。いいよと。よだれがプラプラ垂れてました。正しいですよね。高いよ鮭。なんか新興住宅街って感じですね。確かに浦河町総合、あ、これ浦河町の中心地かにしても街が新しすぎる。なんか水曜の夜、なんでなんかすごい街ですね。どこも回る、なんかモダンすぎる。モダン、あ、港だ。にしてもなんか今回回ってきた中で一番でかい街ですかね。そこに100均もあるし、何ショップ、 iPhone、 ドコモさん iPhone 売ってますかって。そういやドコモのドコモショップの外側に iPhone のポスターとかまだ出てないですよね。うん、出てない。この関係よっと、今人いましたよ。中央旅館帰って、お、浦河神社でかい。よっと、あ、家ありました今。あ、本当だ。神主さんもいる。猫の方がいましたね。やった。あ、しまった。よし、丸い、あーですかね。次枠、あ、まただ。次枠はバッテリー次第。私の推測では残り 20% ぐらいになってると思うんですけどね。じゃあこれは太るか。地図が、あ、30秒了解です。あれ、まだ道あったか、あっちの方で。浦河駅は多分どっかあるんですよね、この中の。されてますよね。バッテリーの残りは残り 34%。 まだ1枠いけるな。じゃあ意外と持つんだなこれ。じゃあ次枠で。お疲れ様です。ん、お疲れ様です。枠取り164円。ああ駅過ぎたかな。あれ駅ないのかな。乗って、あれ乗ってない。ん、あれ、あ、線路ない、結構内陸の方なんだ。この先だ。あ、しまった。FMA 立ち上げてなかった。
MV、 あれ来た、こうしてこうしてよし、速度は、おお、バッチリバッチリバッチリ、あ、あと23キロ、うん、大丈夫ですね。よし、浦河駅この先なんですね。この辺り通信地っぽいから駅もここかなと、ここかなと思ったら、今ちょっと向こうの方に線路あるんですね。夏休み、やっぱり進んでないです。夕日見られると思う。あ、そうか、配信じゃ見られないか。今4時だから見られないですね。見られないです。ツイッターで、ツイッターで夕日配信まで電池が持ちません。それか夕日の瞬間だけ Android 使ってやってみようかな。バッテリーが、 PC のバッテリー意外と持ちますね。1枠30分 25% ぐらいは行くと思ったんだけど、そこまで行ってないな。なんちゃら、今日は三石、日高三石駅前の三石旅館です。あと23キロとさっき教えてもらいました。見られるか。なんか街がすごいな、ここガラッと変わりましたね、街の様子が。私にゴーベストですよ、ゴーベスト、ブライダルプロデュースで、バッテリーはこの枠は持ちそうですね。どうやら4時半までですかね。だから4時半過ぎまでで、こっちの日没は17時半です。日の丸弁当。あ、でもちょっと普通の街っぽくなってきた、この辺りからですよね。急に変わりましたね、また。あなたの税金、私の税金。違ったっけ、久しぶりに違ったっけ。あ、あった、駅。あ、駅舎向こう側にあるみたいですね。向こう側の駅に。で、この消防署の大きさすごい。あ、この音楽でよかったんでしたっけ。てっててってれてんっていうあの曲でしたっけ、エキサイトバイクは。これもいい味の駅舎ですね。防災対策は、お、いらっしゃい。 BGM で合ってましたかね。よし、浦河駅なんかいい感じですよ。ほら、丘と海の、なんて書いてある、あれポストン、どういうことかな。追い風の手もおしゃれな人も走ってる。ですね、丘と海のなんとかってあそこ書いてあるのが、肉眼じゃギリギリ見えない。巻き場に見えるんだけど、ちょっと違うよな。なんて書いてある？いや、巻き場で合ってた。なんでだ？帯広あります。通過したことしかないですけどね。一応六花亭は行ってないな。龍月に行ったことある。で、帯広のユニクロでフリース買いました。今浦河駅前です。浦河駅ご存知ですよね、もちろん。次は FA 駅です。いらっしゃいませ。さっき東町駅は行ってきました。ユタオは？車結構増えてきたな。向こう側みたいですね。まあでもこっちから見てもなかなかいい感じだった。いい感じというのは古めかしい感じかな。
何に興味？浦河の町はしかしでかいですね。リード景観？ちょっと向こうに渡りたい。行く。おっと、間に合うか。ですよね。JR？ いや、しばらく行こう。急行列車。なんかさっき左町、あ、左町、東町。東町駅ってとこ通ってきましたが。じゃなくて FA の方ですかね。次の駅は FA。ジア女子。ここで、右側？あ、20キロ了解です。急行浜名ってどこだっけ。あー、なってた。ここはホテル浦河イン。結構泊まるところありますね。交通量意外とありますね。ここは、この辺りは。なんかセブンとシセコマしか見てないな、今回。それ以外のコンビニ、今のところ一軒も見てないはずですよ、確か。私が見落としてなければ。街でかいですね。まだ街が終わらない。今日で、いや、旅行はまだ、あと6日間もあります。大きな街がまだあるんですかね。やった。パーラー大統領。なかなか今残ってない名前ですよね、大統領とか。いや、逆に新しいのかな。逆に。パスカルは分かんないけど、75PSI ぐらいです。で、2日前に入れました。こっちは個人経営の価値当ても今残ってないんですかね、全国で。あんまり。マドカ麦か。まあ無理そうですか。無理か。ミラクとツバメ？ああ、パチンコ屋の話か。パチンコ屋の話ですよね。サウナ、家族風呂、大衆浴場、ラーメン、マサゴ。いや、サウナ、家族風呂、大衆浴場のマサゴラーメンか。すごいですね、ラーメンとお風呂。最高。あそこマサゴ湯ある。マサゴ湯、マサゴラーメンじゃないのか。お風呂付き。ほんとでかいな、ここ。もうすぐで市街地終わりですね。銭湯とじゃないですかね。まあレストラン付きのスーパー銭湯みたいなもんか。戦車道、戦車道は戦車道ですね。入って、家族できたりするんでしょうね。家族風呂もあったし、かわいい。私はなんか久しぶりにこんだけの規模の街見ました、こっち来てから。
来てから一番でかいかな。先頭レジャービール、なんかそんな感じでもなかったですね、遠目に見た感じでは。信号、もうすぐまた海沿いの崖っぷちの道ですね。にしてもでかい町だったな。浦河がこんなにでかい町だったなんて全く印象残ってない。つまらない走り？静内、確か静内も市街地のことはよく覚えてないんですよね。そう、あの馬が多いですよね、この辺りは。優春ロマン街道、さっきあと20キロって言われたんで、どんな女性、確か色白で、グーグル、いや、そういうふうに思われる可能性はあるでしょうね。で今 GoPro3 ブラック、 GoPro HD ヒーロー3のブラックエディションっていうのを使ってるんですけど、まあこれがたまにハングしまして、でそれのヘルメットにつける時のあのフレームっていうタイプの簡易型のマウントを 3D プリントサービスで印刷してもらってあの使ってます。これ純正だと4500円から5000いくらぐらいするやつで、もちろん強度はそれより落ちるんですけどね。 3D 印刷サービス使うと3000円ぐらい、3200円だったかな。で、まあ大体同じようなことができます。北海道で、あの DMM のサービスはかなり安いんだと思う。あの今は再三度外視して海外のサービスに釣り合わせようとしてる感じがする。四国は過去に何度走ったかな、昔放送しながら走ったこともあるんですよ、何度か。あの高知龍馬空港からスタートして横波半島の方に行ったり室戸岬行ったり、スピードアベレージは休憩足すとアベレージ10キロぐらい。3D は dmm.com でやってます。まあ他にもいっぱいあるんですけどね。海外だとシェイプウェイズっていうところが有名で、あれで日本への送料が2000円チリスとかじゃなければ使うのにな。で DMM はまあ手を出してみたっていうレベルだと思います。今はメガネがちょっと曇ってきたのが、ってことは GoPro のレンズも大量の水ってこれのことですか。DMM.com ですよね。ロフトそうですか、電波悪くなさそうに見えるのに。13キロ、温泉どうするかな、入っていこうかな。宿も風呂あるんだけど、でちょっと気になるので GoPro のレンズをレンズクリーン取ると、香川四国縦断か。ああ昔伊予系とか大歩危沿いにやろうとして結局高知まで特急で行ったな。あんまり汚れてないな。ちょっと今 GoPro のレンズを拭いてます。噴火がなかったな。最終日は
新幹線で帰るんじゃないかなと思います。実はまだ八戸に着いて十和田湖奥入瀬方面に向かうっていうところまでしか考えてないです。トッコ？どちらも？ん？で、大晦日、ああ片鉄の時ですね。特攻テイル。ずーっと追い風。今日みたいな気候と今日みたいな追い風が毎日続けばいいのに。トワイライトは、トワイライトはどことどこですかね。青森はフェリーで渡ります。シルバーフェリー。ただ奥入瀬のあたりはさすがに寒いですかね。十和田湖キャンプとか寒さが怖い。ん、何しそう。私は寒さにはえらいなんか用事してるんで。札幌から大阪か。函館。今回は八戸以南が去年の青森ツーリングの後行けなかったところだったんで、せっかくだからと思って。この道は過去にも走ってるし。おお、登ってる。サンドバギー、なんで、なぜ温泉地にサンドバギー。ていうか砂地の海岸なのか、あの辺りは。この辺りだいたい砂利、いや砂浜あるな。ちょっとまたいい感じの景色。今いかんだい。カナダ、寒そうなイメージがありますけど違うのかな。まあカナダっつっても北から南まであるんでしょうね。ふう、よっと。ん？何が夕方に着かない。フェリー、フェリーは何に乗らないと。私は明日乗るとしたら多分夜0時近く出るやつになるんじゃないかなと思うんですけど。台風、縁側。台風離れてくれたんだったら何より。路線バスか。3人ぐらい乗ってた。バスすらも使われてないもんな。三井市駅前の三井市旅館です。ギア落としたらよかった。今かなり重いギアで無理やり登ってます。あんまりトルクかけるとあと20キロ弱。無駄にこんなとこでケーブル。ああ、いやでも私はこれ何ヶ月だったっけ、1年以上だったかな。八戸からまず西の十和田湖方面に向かおうと思ってます。もう奥入瀬は今の時期だったらどうだろう。いや今の時期十和田湖周辺とか都合よく紅葉時期だったりしませんかね。山の方だし。何が予定。
ふう、温泉どうしようかな。路線バスか、やったことないですね。でも車旅行やるぐらいだったら路線バスとかローカル線とかの方が面白そうな感じがしますね。てか運転できねえし、ペーパードライバーだし。実際同じ距離電車と列車と車で帰るとしたら、私はどっちかっていうと列車の方が好きですね。ただ列車のアクセス悪いとこだったら人の車に便乗させてもらうけど、東京オリンピック、そうゴールデン、なんかあとちょっとハンドルを横に切っただけで人が死んでしまうようなのが恐ろしいというのは言い訳だな。それ以前の問題だ。東北十和田湖の紅葉かどうかっていうのは多分調べればすぐ分かるんで、後で天気予報として見てみよう。今日は疲れなくていいな。ん？博多号準拠のやつは乗りました。四国、ん？何？加害、私は死に祭です、死に祭。車から見て自転車がフラフラして怖いっていうふうに思うみたいですね。で自転車からすると車は間違っても突っ込んでこないだろうっていう前提で走ってるから、死にさい。厄年の次なんでしたっけ、今は42歳だと。去年厄年だったのかな。4列シート、4列シートかな、2列に2席2席で隣に座った人がなかなか横幅のある方で、なかなかのものでした。といってもやられるってほどは疲れなかったですけどね。そう、42歳の春ですから、いや春じゃないよ、秋ですから。うわ写真撮れねえ、逆光すぎて。皆さんもこれ海が白く写ってるだけですよね、多分。道の方はちょっとなんか波しぶきのせいか霞んで見えます。数え年ってどっち方向に倒すんでしたっけ。そんなこと言われましたっけ。私は海は光っているのよ。夜行バスはまあまあでしたかね。これも北海道っぽい。あれ、そういやこれあれですね、海沿いだからか、矢印ないんですね、除雪マークという。博多疲れるでしょうね。そう、尻の肉がボロボロ取れるんだよっていうのはどうでしょうね、分かんない人すみません。壇ノ浦レポートっていう、そのどうでしょうのという番組の中で特に有名になったシーンがあって、これ以上説明すると意味しても意味ないと思うからしません。分かんないですね。新日高まで36キロ出られっぷり、苫小牧まであと120キロってことは、今日泊まる宿からまだ100キロオーバーあるのか、苫小牧まで。またなんか急がなきゃいけなくなるかな。今日みたいな追い風ばっかりだったらいいんですけどね。できるだけ早く出るようにはしよう。花見先を、いやまだかなり先だと思いますよ、十何キロ。あそこまで目測2、3キロじゃないですか。2キロもないかな。
23時間、私は博多から東京まで23時間かけて行ったことあります。1回だけですけどね。でその時はなんかチャゲアスかなんかのツアーとかぶっちゃって、私は座席で寝られたけど友達は連結部で新聞紙で寝たそうです。でもそっちの方が楽だったかもしれないな。座席は姿勢的にちょっと厳しい。東京、鹿児島、先生よ、3キロ、2キロもなかったかな。もうすぐさっき あの見えてたセンターあたり通過しますよね。1キロぐらいだったか。まあ、真正面から日が当たってますからね。 CCD に悪い、肉眼にも。トンネル怖いってほどじゃなかったですね。明るかったし、逆にあそこで向かい風じゃなかったから、あのペースが上がったぐらいのもんで、まあ、ただ気持ちいいかって言われると気持ち悪いです。あんまり気分良くないです。今の人なかなかの荷物でしたね。あの衣類がはみ出して風になびいてると途端になんかの生活感とかが増す。生活感プラス10。一番長いトンネル 5km 通りました。なんすかの 5km って、アホか。でもあそこも結構いいペースで走れました。あの双雲峡の 4km のトンネルがまあ一番長かったんでしたっけ。気分よくない。昨日の後半は急ぎすぎたな。でもまあおかげでお風呂に間に合ったけど、夜行観測。昔は稚内から夜行列車で、夜行列車で旭川まで、違う、富良野までか、来たことあります。旭川で朝4時かぐらい、4時かそこらぐらいにあのホーム上で乗り換え待ち1時間だったか2時間だったかして、始発の列車乗って、生活感。私 あのビニール袋ぶら下げたりすると途端に増しますよね、生活感が。生活感を演出。いや特にそういうわけでは。止まってますか。エラー起こしたかな。よいしょ。なってない。多分三国トンネル越したことありますけど聞こえてないですよね。あ、復活してる。三国トンネルは両方から越えたことあるかな。いや違う、前来た時折り返したんだっけ。うん、三国時は2回行ってます。前来た時は確か北何峠だっけ、あれ石北峠か、石北峠越えて、で途中わざわざ三国峠まで登ってまた戻ってきてから双雲峡行ったんだ。お疲れ様です。次はこの途中までですかね。バッテリーは延長はないです。一般枠です。お疲れ様です。あ、次です。次枠は取りますが、途中で電池切れます。ん、何でパッキングすると。お疲れ様です。今日は良かったな、追い風で。お疲れ様です。まだ15キロぐらいあるかな。お疲れ様です。どっか作業できる場所。そこのくぼみで。ミルファームってことは風車ファームか、風車農場か。
馬見えないな、馬。電池 8% か。どんだけ持つかな。ですね、バッテリー、はい、あ、あと録音続いてるかな、ちゃんと。あ、あ、オッケー、うん、オッケー。なのでこの枠途中までですね、意外と20分ぐらいまで持つかもしれないですけど、まあそこは PC の機嫌次第で。お疲れ様です。あと17、18キロじゃないですかね、残り。コメントで残り距離教えてもらえるのは、一人でツーリングするという意地に対してちょっとマイナスではあるんだけど、非常に助かります。いらっしゃいませ。次困るんですよね、このスタイル変えなきゃいけなくなるから。そう、今日は追い風だったんで、ずっと追い風だし、気候は気持ちいいし。ようこそ浦河町。浦河も一緒かな、6時前ぐらいに着くんじゃないかなと思うんですよね。ようこそ浦河町。サラブレッド観光って言い方してるのか。そう、ずっと追い風です、結構な風。乗馬の町浦河町、ようこそ。生ウニは昼に食べて美味しかったです。しかも私が割と理想とする量の生ウニ丼でした。ウニ多すぎるとありがたみ減るんですよ、途中からなんかもったいなくなるんですよ。そう、北海道に来てます。今入茂岬からぐるっと回り込んで西の方に、あ、トウキビ食べてないですね。時期的にもう今は時期は外れてるんじゃないですかね、生トウモロコシは。お、札幌の人いらっしゃいませ。全く札幌なんて大都会に住みやがって、北海道の中で札幌だけが飛び抜けて都会ですよね。なんか街の感じが何に似てるかな、いや似てるとこないな、あえて言うなら京都ですかね。そう、札幌だけなんか街の雰囲気が全然違う。私は前、札幌は徒歩宿というか B&B の宿に泊まったことあります。で、札幌駅から新千歳駅まで臨行してその時帰りましたけどね。で、たぬき工事で買い物しました。たぬき工事、お土産買うんだったらたぬき工事がいいというふうに宿の人から言われたんで袋入り。北大行ったことないんですよね、実は。大将抱いたことないです。うわ、これはちょっと歩道の方行けばよかったな。ソーラー台、それも BGV にお土産。でっかいタヌキがいました、バルーンタヌキが。
小木伏駅上、ああ、タヌキスクワット、スクワットの BGV に。最後はちょっとまだよく分かってないんですよ。後で調べます。そう、大志を抱いたことがない。あれ、あ、駅結構内陸の方ですね。内陸の方に数百メートルいたとこだ。この季節実は寒くないんです。まだなんかの間違いでまだ暖かいんですよ。助かりました。今ものすごく助かってます。予想では、好きなアニメは、最近好きだったアニメのことを言うとなんか叩かれそうだから言わねえ。パワハラ、ピンチ、あ、 iPhone ピンチはですね、今ビニールテープでぐるぐる巻きにして iPhone 充電ケーブルは延命測ってます。叩かないのか。根室は東の方です。アニメ見てんのか、残念、それは間違ってる。あ、ついカーウォッシュ、また登ってる。今度はギアちゃんと落とそう、iPhone ケーブル。私は強いイメージだったんですけど、急に崩れましたね。1年ぐらい、買ってから1年経ったかな、多分経ってる。去年青森行った時も iPhone5 使ってたから。あ、日中こっちの気温そんなに変わらないんじゃないかと思います。いらっしゃいませ、こんにちは、あなたの街のことぶき屋。半袖短パンです。寒い、ああ弱いですかね。この金持ち中の心も、そう、私は暖かい人間ですよ、暖かいですよ。青いシャツ、ジャージ着てます。黒青のスカイジャージ、うん、嬉しいんですけど、なんとなくコメントに頼ってることになってしまうんで、なんか悔しいんですよ。一人で自転車旅行ってこのぐらい簡単に気楽にやっててもできるんですよっていうのを伝え、丸食ですよね。そうそう、自力でなんか意地持ってますよ、そういう。宿はもう取ってます。そうそう、道東の方めちゃくちゃ寒いんですよ。今回まあ一応道東スタートだったんで、かなり警戒してました。そしたら初日暑かったです。坂はこの先いくつあるかちょっとよく分かってないです。こんにちは、あ、ありがとうございます。なんかそういうものすごく素直なコメントもらうと、裏をなんか疑いたくなってしまう自分が嫌だ。道東、ああ、盆地って言ったらやっぱ帯広とか、道東であと盆地って言ったら釧路は盆地になるんですか、ならないか、海沿いだし。あ、エンガルと言ったら何焼きでしたっけ、駅前のなんだっけ、あれドラ焼きみたいな、ドラ巻きだ、ドラ巻き、あれ食べようと思ったけど食べられなかったんですよ。こう、ありがとうございます。なんかそれっぽいコメントが出てきた。釧路は寒いですよね。霧多布とか8月で凍えましたから、何これと思いました。おう、15度、あー、まだ、お、今ここからいらっしゃいませ。
ちょっと待って、ちょっと道狭くなってきたかな。うわ、赤楼鈴之助のサインでしたっけ、あれ、ドラマ機。あの、日本全国駅前温泉、駅前銭湯ガイドっていう古い本があって、そこにエンガルが載ってたけど、確か お風呂屋さんもやってなかったのかな。そこになぜかあのミニ情報としてドラマ機が載ってたんです。目的地まであと15キロ切ったんじゃないかな。酒とばたらこ600円。いや、あれ違うか。15キロ今日。エンガルはあの特急来てますよね。その特急の中から、特急を私とあと島田さんも一緒だったんですけど、エンガルの近く、エンガルのあの岩の近くで特急の写真撮ったら、その中から外撮ってた人が、あのロボさんですよねっていうのを掲示板に後で書き込んでくれたんですよね、ホームページに。びっくりしました。それが多分6、7年前で会ってんじゃないかな、もっと前かな。酒のつまみに鮭ですね、鮭。バッテリー、10キロありがとうございます。近いな。どうつ、いや、宿配信多分やると思います。ネタあんまないですけどね。お、バス停があるからバスが来た。まだ、まあできますね、確かに。あ、三石温泉どうしよう。今犬の声が聞こえたような。若い女性いましたね、裏若い女性が。浦河だけに裏若い。そう、日高三石駅前です。三石は何がいいね。そう、ネタは高橋充電。ネットで、そうです、99年ぐらいから私は自転車乗ってます。聞こえない、すみません。バス来た。日高昆布ですよね、この辺り。道南バス。イカ漁、確かにこの辺りの海沿いはイカ的な感じがする。函館とかもそうですよね。伝説昆布、三石昆布。もう温泉行かずに宿行ってしまうかな、どうしようかな。でもまだ17時ですよね。17時、最初の遠出は、泊まり始めて行ったのはあの川口湖です。夕食は宿の夕食です。なんか期待していいらしいですよ、あのネット情報によると。わっちょ、そうか、夕食配信できるかも。夕食席、川口湖のなんか健康ランドみたいなとこ泊まって、で雑魚寝で、隣に寝てたおっちゃんだかお兄ちゃんだかのが、あの足を投げ出してきて目覚ましたりして、漫画家っていう目にあって、その時から私はパソコン持ち歩いてました。ファイバーっていう写真、あ、今回のですかね。ウェブアルバムに載せます。三石温泉も過ぎたかな。10キロだからまだですよね、多分。いらっしゃいませ。もうかなり夕日っぽいな。カモメカモメ。クオークオーって言ってる。自転車で走ってない君だと長崎県だけです。でもちゃんと走った方っていうと、ネロさんみたいにコメント何してください。ネロさんがコメントに対してやりそうなことで私がやらないことってなんだ。なんだろう。なんだこれ。わからん。なんだろう。あ、道の駅が。この表示かな、あれは。うん、ピカさんのアルバムのコメント、
が、ネロさんが、あーなるほど、うん、写真にコメントか、コメントか、どのぐらいめんどくさいかがですね、やったことないからわからんけど、イケメンの自転車の話、顔のことに画質は白っぽいのはあのカメラの劣化でどうしようもないんですよ。なんとか水没してるカメラなんで、このカメラ買い替えたいんだけどもうオークションですらないんです。猫、アミネコですかね、実名じゃないと鳴き声が、うん、ひげで汚い、タイムシフト見てるのかな、ん、なんのツイッターで、いやお、新日高町、あー、カントリーさんに写真撮り損ねた、桜プラス馬な感じでした。新日高町もうだいたい雪ですかね、温泉入っていく時間あるな、こりゃ限定曲、あ、私がなんか私がアルバムを設定変えりゃいいんですか、あれは。ただ休憩式のアルバムの方にアクセスしてアップロードしてるから、あと最近 YouTube もあなたのチャンネルを実名にしませんかとかいうのが うっとうしいですね、あれ。あなたの実名で公開しますかとか言われて、いいえっていうのは基本的になくて、また後でって言うしかないんですよね。なんかあれ鬱陶しいです。別に実名でやってもいいけれども、サイバーサイクリストっていうのは私の特性を表しているつもりなんで、あれなんでしょうね、なぜ YouTube のチャンネルを実名で、そんな SNS にさせないでください。 Facebook も基本実名ですよね、あれ。なんかあの Google はあまりにもなんか SNS にを全てに絡めようとしているのがちょっとっていうところありますね、ちょっと。アメリカが、あ、ヒロー、利用、うん、割と美しい、あ、5キロ、ちょっと夕日っぽくなってきたんで写真、はあ、同姓同名、はあ、確かにアメリカ人の名前とか全然種類知らないな、ほんとで、夕日暮れまではあと30分ちょいですね。素晴らけし、素晴ら景色、住所、本名は、しかしあったかいんですよ。でも日が暮れたら、でも昨日も全然寒くなかったっすな、不思議、もっと寒いはずなのに。水が、あ、三井温泉ここだ、どうしよう、今5時ですよね、5時で宿まであと5キロで温泉が目の前にあるっていうのは、深越さんいないです、これはなんか放送的にもキリがいいんで、ここで放送終わらせて、あとはもう GoPro 録画しながら行くっていうので、5時半に出てきて宿までに6時ぐらいに着けますね。お安いのかな、どうかな、え、待てよ、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、あの感じは、いや、ちょっとなんか変な感じがする、あ、ライダーハウスが、これは使われてないな、なんか変な感じがする、あれはどうなってる、いや、電気ついてるな、生ラムジンギスカン、あれ、もしかしてバッテリー切れた、切れた、おや、これは
イミングで、いや GoPro いいや、今から録音しようと思っても難しいから。あ、やっぱり切れてる。GoPro の音声はちょっと対策するまでこのままでいきます。まだツイッターで、エラーを起こして落ちてしまう。こうなったら Android かな。夕日も途中機材のところに立てかけさせてもらって、Android を出して、まだ半分ぐらいあるな。結構持つなこれ。まず向こうのモバイルエンコーダーログイン、これ言ってますかね。どうなってる？システム、担当設定、映像音。今これ言ってるのかどうか、こっち側だとコメントが見えてないです。今 Android でやってみてますけど、今音声のみ。これ映像どこでやれば、映像音のとこで反応が悪くてよくわからない。メインカメラ、カメラオンにするのはどこで？これで。
みません。操作ができない。今天気はっていうの見えてます。声言ってますか。今アンドロイドでやってます。放送しなくてもいいから。おう、あ、OK。 ちょっと映像のなぜかニコ生モバイルエンコーダーアンドロイドで映像が出せなくて今やってたんですけどダメでした。で、ここ今工事中なんですけどどうなってますか。三井商船って今やってないんですかね。やっぱ放送映像を出し方が分かんなくてすみません。 FPS は指定してるんですけどなぜか待機が指定できないんですよ。待機のところがグレーアウトしてて。映像見えてますか。移転、あ、やっぱ移転して、やっぱというか移転してるんですか。道の駅に、あ、道の駅了解です。じゃあさっきPC 結局バッテリー切れでした。なので放送はこれで終わらせます。であとはツイッターで。音質いいですか。これ今 Android 本体だけでやってるんですよ。風音結構あると思うんですけどね。なのですいませんけどあとはツイッターで写真とかアップしますんで。道の駅だったらじゃあそこで温泉入っていこうかな。あ、縁取りやっぱ変ですね。これちゃんと配信できるようにしておかないと予備として役に立たないな。じゃあ宿着いたら出発ができたら更新したいと思います。じゃあまたありがとうございました。配信停止をします。はい、終わったかどうかわからない。これだと終わったっぽい。よし、なんとか。で GoPro の方どうしようかな。これGoPro の方をどうにかするには、GoPro の方をどうにかするにはこのぶっといケーブル使って、ちょっと今 GoPro に直結したいと思うので、駅まで多分ちょっとしかないんですけどね。